やっぱり航空機の事故の件もですね、ああ、増えておきたいんですけども、どんなふうに。あれ、いや、よくでもあれで、あ、大惨事にならずにね。そうですよ。あの燃え方見てたらもう、はい、死者3桁は覚悟しなきゃいけない、そうですそうです、映像じゃないですか。はいはい、以前ジャンボ機2機が衝突した時は500人亡くなりましたからね、いやよくぞ、まあただね、そのなんとかな、まあ助かりました、素晴らしいんですけれども、やっぱ一方で海保機5人亡くなってますからね、まあ不幸中の幸いと言っていいかどうかもね難しいところですけれども、でもやっぱりこのなんていうのかな、まあ、あの乗員は素晴らしかったじゃないですか、ね、このパニックコントロールしてちゃんと的確な判断して、機長の判断を仰げないときは自分で判断して最後の L4 を開けたっていうね、ここはあのすごい判断だと思うんですけども、乗客も素晴らしかったですね。だって外国からの観光客の人っていたでしょうね。いたと思いますけどね、でも誰一人として手荷物を持っていこうとしなかったし、パニックを、もちろんちょっとね、なんかちょっと怒鳴った人とかいたみたいですけど、いやいや、それみんなで持って、ね、そりゃそうでしょう、落ち着こうみたいな感じで整然と行動を取ったというね、これも結構外国のメディアがね触れてますけど、乗員もすごかったけど、乗客もまた素晴らしかったっていうね、沈着にね、はい、ここはですね、いや本当にすごいなと思いますね。でこれはね、もうここもやっぱり SNS とかで犯人探しですよ、誰が悪い誰が悪いって、ね、あーはーはー、それですか。でそのまず最初、はい、事故が起きました、逃げてます、救出なんとかっていう真っただ中の時にですね、まず SNS で話題になったのは、これは管制ミスだと、管制官ふざけんな見て、ブワーってなったんですよ。そしたら今度、海保機が滑走路に、入っていいという指示はなかったって報道が出たら、海保機のね、機長ふざけんな、うわーってなるわけですよ。これってどうですかね。なんかやっぱこれも SNS でね、やっぱ誰かを叩きたいんでしょうね。何かの開け口なのか、あとね、こらえ性がなくなってきてますね。あ、そうね、沸点が低いというか、はい、なんでそんなすぐっていう、はい、ある程度ね、その宙吊りに耐えるって言いますかね、うん、その白か黒か、ね、その赤か、うん、青かみたいな、その、うんうん、いけない、そのお預けの時間っていうのはあらゆる問題でありますよね、うんうんうん、そこにね、その自分はともかく人、ましてや人にそのなんか踏み絵迫るみたいなことしてもしょうがないんだから、うんうん、そういうでよっぽど人に踏み絵迫るってのは、うん、よっぽど動かないものが自分の手元になかったら無理じゃないですか、裁判にしたって何したって、 そうですね、はい、それがね、あまりにもその安易にこう詰め寄るでしょ、うんうんうん、私はこの間の早稲田の学生に呼ばれましてね、はいはい、寄せの裏側について、寄せの裏、寄せの裏側に潜入せよっていうタイトルで、はいはい、普段、まあ、日頃から慣れ親しんでない一般の、うんまあ、早稲田の学生、うん、教職員限定の監修、うんうん、聴衆相手に、寄せ上野鈴本演芸場の関亭さんと、はいはい、で現役の女性の落語家さんと、そして、まあ、私が色物代表で呼ばれてって、はいはい、その寄せってこんなとこですよ、うんうん、全然敷居が高くないとこだから、うんうん、いつでも遊びに来てくださいっていうような、うんまあ、軽いトークショーみたいなことがあったんですけど、はいはい、その時にその、まあ、聡明そうなね、なんか総務省に就職決まってるって女の子と、あとなんかつぶらな瞳の、ああ若者よ、そのまますくすく育てよっていう、その4年生が迎えてくれたんですけど、はいはい、最後に学生に向けて言う、なんかお言葉いただけますか。お言葉ってほど身分じゃないですけどね、ただ一つだけ言わせてもらっていいですか。もう一言目に二言目には今タイパって言うでしょう。タイパ、タイムパフォーマンス、タイパ、はいはい、コスパ、お願いだから、はい、横文字何でも噛みつく気はないけども、コスパとタイパだけ連呼するのだけは本当に老婆心ながらやめた方がいいと思いますよ。どんな映画でもいいね。やっぱりね、早送りして見ない方がいいと思う。そうですよね。所詮で、いや、まあ3時間5時間って言っても急いでるって時はまあしょうがないけど、
2時間とか100分ぐらいの映画だったらそんなに急いでね、うん、そのあなた の, そのスケジュールがどんだけぎっちぎちに埋まってるか知らないけど早送りする、うんうん、でもう とにかくそのつまらないものに耐えられない、うん、はいはい、そのね、食べログとかで 2. いくつとか数字が低いものに耐えられない、うん、でもいや判断するのはあなたの舌じゃないの、はいはい、人の舌じゃなくて、あ、自分の舌で判断するはずで、うん、ね、本でも何でもそうじゃないですか、うん、ベストセラーしか手出さなかったら、うん、どれだけ面白い本がこぼれ落ちるか、そうですよね、ですよね、はい、それ全部コスパ、とにかくあの、はいはい、皆さん時間いっぱいあるんだから、うん、若いってことはひたすら時間がいっぱいあるってことだと思って、うん、無駄を怖がらないでくださいって言ってきたんですけどね。いや本当その通りで、うん、無駄をね、大体無駄を怖がらないでほしいとは言いましたね。無駄なところに最高の何かがあったりするんですよね、うん、そうですよ、はい、でビジネスだってそうですよ、なんか儲かりそうな話には一つも儲かるものはないんですよ、儲からなさそうなところにすごいネタがあったりする。そうです、古墳とかね。いやいや、それから知識もそうですよ、金が金になりそうな知識が金にならないんですよ。あれ金にならなそうなところにそうですか、はい、大体ねタイパとかコスパっていうのはもうさもしい、さもしいわけだって、だからね、ご飯食べるときにコスパがいいって何かって言ったら、それは食べ放題行って腹八軒ばかりに高そうなものを口にするって、これコスパいいわけですけど、めちゃくちゃ体に悪いですよね、だから一見コスパタイパって良さそうだけど、じゃあそのそれによってね、名作がこぼれ落ちるって話ありましたけども、それによって何を失うかっていうことに目を向けてないわけですもんね、やっぱりそう、今のね、だって動画でも何でも早送りって、だから私あの、この番組で、もうあの記事読むときはひたすら早口で読むことにしたんです、はあはあ、普通の速度で読んでてもあの早く見てるような感じで、決して早、ま、あの早口で読みたくないぞと、これ早くしたら聞けねえぞっていうね、はいはいはい、ベラ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 って喋るようにしたんですよ、はい、昔 NHK の大河ドラマで、はい、あのシナリオライターの人が筆がちょっと、ね、はい、1時間の分で喋れる量じゃねえだろってセリフ書いちゃって、俳優さんが追いつかないってなった時に、和田明さんが代打で演出に来て、普段のスピードの3倍で喋れって言って、全員がものすごいスピードで喋って。ものすごいスピードでしょ。すごい今風ですよね。そうです、そうです。早送りしなくてもね、1倍で見えるというですね。過去にもそういう事例があったらしいですけどね。はい、いや無駄って無駄じゃないですから、いやそれはあの、うん、あのまあ、本にしてもブワーッと読むのと一行読んで3日悩むとか、これ見える景色が違うんですよ、ね、違いますね、新幹線で行った時に見える景色と、うん、歩いて行った時に見える景色が違うじゃないですか、そうですよね、まあ、両方面白いですけど別物ですからね、うん、はい、あの私それあの結構中学生の時は、結構効率重視の嫌なやつだったんですよ、はい、そうですか、で本も1日2冊、うん、おかなりの速読ですね、あの電車に乗ると25分乗るんですね、うん、毎日25分で1冊、うん、帰りも25分で1冊って言って、うん、ものすごい量の本を読んでて、うん、じっくり本を読むやつはバカだと思ったんですよ、ところがですね、高校1年生の時に、もう衝撃を受ける授業がありまして、はい、国語の先生だったんですけども、その時、芥川龍之介の羅生門を1年間かけて読みますと、はあ、でも去年は1年かけて6行しか進まなかったってわけです、本当かよと思って、そしたら本当に1年間で5、6行しか進まなかったんですよ、はあ、うん、そして高校1年生ですよ、期末試験、学年末試験ですよ、たった1問、羅生門冒頭における作者の意図を述べよ、もう大学の大学もう大学院かっていうぐらいの、でその時の先生の最後の授業の締めが印象的だったんですけども、ね、もう1日に何冊も速読で読む、これも一つの読書だと、でも1行読んで半年悩む、これも読書だっていう、ね、こうなるほどと思ってですね、それも私の中のもうその、なんていうの、効率の良さみたいなものがバコーンって壊れた時でしたね、ああそれは最高のご経験ですね、そうなんです、あの先生と出会わなかったらいまだにね功利主義だったかもしれませんよ、例えばその文章の朱雀門ってあった時に、はい、この朱雀門というのは何かっていうようなようなとこですよね、そうですね、その例えば下人が空を見上げた時に小さなカラスが見えた、小さい理由は何かみたいな、
あ、そっからですか。近くにあるカラスじゃなぜダメなのか。なぜゴマ粒みたいな、なんだっけな、ちっちゃなカラス、はあはあ、でも小さく表現しなきゃいけない理由があったのだとか、もう一個一個にその背景とかを、だから、あの脱線もほぼせず丸1年授業して本当5、6行しかするんですね。まあそれを受けて私なんかね、慶応の大学院で教えてた時は憲法1条を1年かけて教えるとかやりました。その焼き写しですよ。はは、憲法1条を1年かけて教える教師は私しかいませんからね。で1年でも終わりきれなくて駆け足ですからね。2条やったらさらに2年かかりますから、皇位継承ですから2条ね。いやですからね、やっぱ そういう逆の方向からの価値観をね、はい、染み通らせたいですね、若い脳に ね、 そうですね、絶対こっち一生忘れられない宝になるよっていうことですよね。その論語読むとかもそうじゃないですか、うんうんうん、そのそうですね、学士編だけで半年とか、はいはい、何編だけ で、 でも 全巻読了、あ読み終わったってはっと気が付いたら20年経ってましたとかね、髪がだいぶ白くなってるとか、はいはい、 そうですね、そういうのもね、うんうん、そういう、そうなんです、また違う達成感がね、いや本当何十年かけて読むっていう読書があってもいいわけですね、で、はい、そうですよね、その頃20年前に読んだ第一章がの意味が20年後に全然違った風景が、ね、眺めがこうわっと浮かび上がってくるってこともあるわけ で、 で、ね、元折宣長は古事記を38年かけて読んだんですからね、うん、誰も読めなかったんですから、で元折宣長がそれだけかけて読んでくれたおかげで後の人が読めるようになったんですからね、38年かけて一冊読むとか尋常じゃないですよ。寄せの、ね、ネタでね、それでね、時事ネタで、いやもうあの去年もね、いろいろね、なんかあの流行語大賞なんてまた発表されてましたけどね、いろいろなんですか、なんかね、いろんなことが戦ってましたけど、大賞に上がったのは何でしたっけ、あの、あ、そうそう、ARE、あれってやつですよね、あれ。皆さん、あれの意味わかりますよね。そう、古事記を頭から暗記することですよね。冷え田のあれだよって、全然受けませんでしたね。全然受けませんでしたね。多分ね、ここでは受けてます。ここでは受けてるんで、冷え田のあれを知らないとね、知らないとね、これね、暮れでね、暮れに池袋演芸場でやったらね、9割のお客さんがポカッとしましたね。流行語大賞あれね、あれ冷え田のあれね、古事記を頭から暗記することでしょっつって、それ笑える人は相当分かっちゃう人ですね。あれはいけませんでしたね。あれはさすがにやりすぎましたね。